2月6日水曜日、英語ニュースの時間です。Lunar New Year Celebration in Asia。 Lunar New Year、 旧正月。今日はこの表現一緒に確認していきたいと思います。今日の記事は NHK ワールドのアジアのニュースから引っ張ってきています。 Lunar New Year Celebration in Asia ということで、旧正月に Lunar New Year という表現が使われていました。でですね、旧正月といえばChinese New Year という表現もあるんですけども、アルクだと Chinese New Year の場合は中国、台湾、あとは海外華僑の場合とかに使うそうです。そして Lunar New Year になるとそれ以外の国、例えば韓国とか北朝鮮とかの場合は、中国の属国だったり植民地の歴史観から Lunar New Year を使った方がいいよというようなことが書いてありましたね。そして、今年は People across Asia are celebrating the Lunar New Year. They among the millions around the world who are greeting the arrival of the Year of the Pig. ということで Year of the Pig、豚年なんですね。日本ではイノシシの年でしたが、今回旧正月では豚ということで、これね、今日、動画のこのね概要欄にも載せておくんですけど、 Lunar New Year Pig とかで Google で検索してみると、このね、豚さんのね、飾り付けとか、なんか豚の、ポストカードとか、ポストカードじゃない、グリーティングカードかとか、いっぱい可愛らしかったり面白かったりする絵がたくさん出てきますので、ぜひぜひですね、ちょっとルナニューイヤーピークで調べてみてもいいかなと思います。あ、すごい、あ、なにこれ、ニューチャイナ2019スターバックスチャイニーズ、スタバの豚年バージョンのマグカップとかも今出てきましたが、これもちょっと載せときますね、面白いので。はい、こんな感じでですね、今すごい観光客の方とか増えてますけども、Lunar New Year、Chinese New Year、 あ、どっち使おうか、今ね、旧正月で日本来てるんですかとか聞きたいときには Lunar New Year、 Lunar New Year の方を使うと、無難というか、間違いないのかなとは思います。でも I'm from China とか、チャイナから来たよとか、台湾から来たよっていうのが分かってる場合は、あ、Chinese New Year って言ってしまっても OK だと思います。はい、ということで、まだまだね、急にまた今日ぐらいから寒くなりましたが、ぜひちょっと体調管理気をつけていいね、洋服とかね、難しいですよね、服装ね。はい、また明日もお届けしていきます。毎日お届けしています。それではまた明日お会いしましょう。See you tomorrow. Bye bye.